はい、こんにちは。今回はリモコンの修理のお話です。今月に入ってからね、半年ぐらい前に上げたこれの修理の動画なんですが、いきなりアクセスが上がりまして、いろんなコメントをいただきました。なので、今回はこのリモコンの修理に関してやっていこうと思ってます。ま,すまずは、ちゃんとリモコンの電波が飛んでるか飛んでないかっていうのを目で見て確認する方法があります。 というのは、今このカメラ使ってますよね。スマホのカメラでもいいです。カメラの方にこうやって、ここの、なん,てうんですか、発光部を向けます。で、今ちょっと明るいんで暗くしますね。で、それで、まあ、再生でも何でもいいです。こうやって押してみます。と、今光ってるのわかりますかねなんか点滅してますよね。こういう風に点滅してるっていうのは、リモコンの方は大丈夫っていうことですね。 これでこの点滅がなければそこがダメだっていうことですね。で、私がこのリモコンを直したときは使ったのはこの銅テープです。で、この銅テープ、私はね、もう30年ぐらいですね、ステンドグラスの作成もやってたんですね。で、ここ20年ぐらいはもうほとんどやってないんで、この部材だけ余って置いてあったんですが、で、要するにこの銅テープは25年ぐらい放置したものです。 まあそういうのがたまたまあったんでこれで直したんですが、一般の方はね、アルミホイールとかアルミのテープ、そういうのを使って直してる方が多かったです。コメントの中にもね、いろんな直し方っていうのをやってる方たくさんいらっしゃいまして、 まあ今回はね、検証っていうわけじゃないんですが、いくつか検証できませんが、直し方をもう一度やっていこうと思います。で、初めてこの動画を見られる方もね、こういうリモコンの直し方もあるんだっていうのを分かっていただければ非常にいいんじゃないかななんて思ってます。またこの動画を見てね、良かったよっていう方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではちょっとやっていきましょうか。 で、リモコンなんですが、たまたま同じレグザのやつの、新しいのと古いの、こういうリモコンがあります。で、うちの場合はここを外すと、ここにネジがあるんですね。これは古いタイプです。で、こちらの新しいタイプっていうのは、ネジがないんですよね。まあ、こんな感じで、どこにもネジがないんですね。で、これは圧着タイプと言いまして、 まあこれ、ちょっと今回やりたくないんですが、壊れてないんで、え、こういうところ全部圧着してあるんで、こういうマイナスドライバー、こういうのを使って、こうやっていくと、隙間をふんでね、何本か使って、なんとか外してください。コツとしては、ドライヤーなんかでここを少し温めながら、温めすぎは良くないですよ。軽く温めると外しやすいです。 で、古いタイプのこちらね。こういうタイプは、こういうネジがありますんで、ここをネジ外します。こんな感じで。これの場合は2本ですね。ネジ止まってますんで、外します。で、ついでに、電池も取っといてください。こんな感じですね。で、これの場合は、後ろの方が外しやすいかな。ここにくぼみがあるんで、ここやるとこういうふうに、 隙間開きますんでね。隙間が開いたら、ここにちょっと止まってるだけですんで、これを開けてきます。片側ずつやっていくと外れます。このリモコンの場合は、ここにスイッチがあるんで、スライドさせるつまみ、これなくさないように。で、こんな感じで外れます。で、前回直したのがこれですね。 いまだにちゃんとここはついてるんで問題ないんですが、ここの部分をアルミのテープで直す方も非常に多いらしいです。で、中にはね、6B の鉛筆、鉛筆でここをこう擦るだけでも、要するに鉛筆はカーボンでできてますんで、カーボンっていうのは電気を通すんですね。なので、ここにカーボンを擦りつけるって感じでしょうね。そうすると直るらしいです。けども、 結局、鉛筆のカーボンってすぐ取れちゃいますんで、多分長持ちはしないんじゃないかなっていう予想はしてます。えー、あえて今回はそれはやりません。で、前回の動画で、こっちの基板はね、あの、ジュースこぼれた時なんか、ここ、なんていうんですか、汚れがついて、それで接点不良になったりしますんで、水で拭けばいいよって言ったんですが、 一番肝心なところ。ここのチップですね。ここは絶対に水に濡らさないでくださいえ。ここをショートしちゃうと壊れちゃうんで、ここは絶対に水に濡らさないように。で、水拭きが嫌だっていう方は、接点復活剤。まあ、こういうのですね。接点復活剤を吹き付けた布かなんかで、ここをちゃんと拭いてやればいいです。それだけでも、通電は良くなります。 で、以前は、こちらとこちらですね。ゴムの、ここの接点の部分。それを接点復活剤で直してたんですが、えー、今回、前回の半年前にやった動画ですね。ここはどうしても接点復活剤じゃ直んなかったんですね。なので、今回この銅テープ。これで直したわけです。 中には銅テープは酸化すると電気を通さないっていうご意見が2つ3つあったんですが、銅の腐食っていうのは常温ではね、電気通します。電気を通さなくなるのは、150度から200度に加熱した酸化銅は電気を通しません。要するに熱を加えるところでなければこのまま電気を通すってことですね。こういう基板ですから熱を帯びることはまずないはずです。なので、 えー、酸化要するに空気に触れただけの酸化では全然問題ないです。多分ね、あのー、理科の実験とかそういうので小学校、中学校かなやってるはずなんですが、えー、酸化銅っていうのは熱を加えた酸化銅。それと勘違いされてる方がいるのかななんて思ってます。 なので、まあこの状態でね、二十何年放置してたわけですから、二十年ぐらいはこれでちゃんとついてれば問題なく使えるってことになりますね。じゃあね、ちょっと初めてこの動画をご覧になる方のために、ここの掃除の方法を教えます。通常はジュースぐらいだったら水で固く絞った まあ、なるべく毛羽立たないやつですね。布でこうやって拭いてあげれば汚れて落ちますんで、それで通電するはずです。で、そういうのはもう完全に分かってるよっていう方は、こういう、接点復活剤です。で、こういうのを、まあ、布か、今回キッチンペーパーでやっちゃいますが、これで拭いてあげてください。で、さっきも言いましたように、ここの集積回路、ここだけは触らない方がいいですね。 こんな感じで拭いてあげれば、接点は治ります。まあ、なるべく毛羽立たないような素材で拭いてあげてください。まあ、こんな感じでいいと思います。で、こちら側のゴムなんですが、ものによってはね、この接点復活剤、若干溶剤入ってますんで、溶けるものもあるらしいです。 なので、あんまり使わないようなところをこうやってこすってみてください。これで溶けてくるようならやめた方がいいですね。で、これは大丈夫なんで。で、こっちはね、完全に水洗いしちゃって大丈夫です。水洗いしたら必ず拭き取ってあげてください。よく、なんていうんですかね。水分を拭き取ってエアブロワーなんかで拭いてあげれば、こういう汚れ取れますんでね。 じゃあ、こっちも接点復活剤を吹き付けましょう。で、ゴムの方に接点復活剤ですね、やる場合は、こういう綿棒に接点復活剤を吹き付けてからやった方がやりやすいと思いますね。まあこんな感じで、結構細かいんでね。こんな感じで吹いてやればいいと思います。 で、以前はこれだけで治ってたんですが、これがダメになって、この銅箔を貼ったんですね。で、一般的な方々は皆さん、あの、アルミホイルとか、アルミテープ、あとは中には、えー、チョコレートの銀紙っていう方もいらっしゃいましたね。<laughs> まあ、そういう方もいらっしゃいますんで、まあ、アルミ箔なんかはね、一般家庭に置いてあると思いますんで、そういうので、 え、両面テープとアルミ箔でやるっていうのもいいと思います。ただね、アルミ箔の場合は、これも何名かいらっしゃったんですが、半年ぐらいでダメになっちゃった。要するにまた接点がおかしくなったっていう方はいらっしゃいました。で、そういう意味では銅の方が私は持つと思うんですね。二十何年経っても全然変化してないんで、銅自体がね。 じゃあ一回これも剥がして、ここも接点復活剤塗っときましょう。で、こういう銅とかアルミホイルですね。アルミテープ。そういうので処理する方は、まずここね、結構あのー、くっつきづらいんですよね。なので接点復活剤よりも、アルコールとかそういうので一回脱脂し,した方がいいと思うんですよね。 うちの場合、まあ私の場合なんですが、車の塗装もやるんで、こういうシリコンオフっていう、まあシリコンリムーバー。油分をね、落とすやつです。こういうので一回拭いてあげてから、銅テープなり、アルミテープなり、そういうのを貼った方がいいと思いますね。そうしないと剥がれやすいんです。今回、今これやって半年ぐらいかな。もうこのままだったんですけど、剥がれずにずっと使えてました。じゃあ一回これにね、 これ新しい綿棒です。これにシリコンリムーバー軽く。これでダメだったここですね。もう一度貼るところ。ここを拭いてやります。で、これ有機溶剤なんで、ゴム溶かしちゃうかもしれないんで、その辺はね、自己責任でやってください。溶けませんですね。これ多分シリコンなのかなやっぱり。 大丈夫です。じゃあ一回この状態でまた元に戻ってるかどうか、ちょっとやってみようか。何にもつけないで。はい、今つけてみたんですが、どうでしょうか。やってみましょう。えー、早送り。ダメですね。結局ダメですね。これで接点復活剤だけではダメだということがわかりました。 ということは、このリモコンは、あれだね、有電体が塗ってあるだけなんだね。中にはゴム自体がね、有電ゴムっていうやつ。そういうのでできているものもあります。これは表面に塗ってあるだけのものだったってことです。じゃあ、アルミでちょっとやってみましょうか。はい。じゃあ、この一般家庭にあるアルミホイル、それと両面テープですね。できるだけ薄いやつ。 これを持ってきました。じゃあ、どうやるかって言いますと、まあ、あんまりい,いっぱいじゃなくていいよね。まあ、適当でいいです。で、アルミというのは、この、どっちも電気を通すらしいんで、まず、まあ、どうせだったらなんかピカピカしてる方がいいよね。なので、この状態で、両面テープ、適当にピッと貼っていきます。 で、こんな感じで貼って。で、これをね、ゴムの大きさに切ってやればいいです。じゃあ、これをゴムの幅に合わせましょう。半分ぐらいでよかったね。こんな感じかな。こんな感じでいいでしょう。ちょっと大きめに切りました。このぐらいでいいですね。じゃあ、これを付けていきましょう。これ取るのはめんどくさいんだよな。よこれでいいと思いますね。 先ほどあの、シリコンリムーバーで掃除したんで、付きやすくなってるはずです。よいしょ。これで余計なところを切り飛ばしちゃえばいいんじゃないかな。よいしょ。こんな感じでいいと思いますよ。で、これでそうそう剥がれることはないと思います。 じゃあ、組み立ててみましょうか。はい。では、これで、ちょっと見てみましょうか。暗くしまーす。えー、早送り。あれダメだね。あれアルミホイルダメだね。はい。えー、早送りのところは、ここ、ん 間違ってた。<laughs> ここでした。<laughs> はい、ちょっと雑になりましたが、今アルミホイルを貼りました。じゃあこれで試しましょう。はい、組み立てました。じゃあこれでちょっと明かりを消してテストしてみましょう。ダメなところはこれです。これ押したまま。治ってますね。<laughs> アルミでも大丈夫っていうことです。ただ先ほども言ったように、 アルミの場合はなんか半年ぐらいでダメになる場合があるらしいので、その辺は注意した方がいいですね。じゃあ、あと一つ。で、もう一つ方法があります。こういう誘電塗料。前回ね、こんな誘電塗料までわざわざ買う必要あるかななんて思って買わなかったんですが、今回いろいろご意見がありましたんで、一番手っ取り早いのは、 これだと思うんですね。これもそこそこ長持ちすると思います。では先ほど貼ったこのテープは剥がします。じゃあシリコンオフをかけます。シリコンオフでよく油分を拭き取ってやりましょう。そしたらば油電塗料。で、これ概要欄にも後で書いておきます。で、これはこういうふうによく振ってから使いますね。 まあよく振ると、こんな感じで中にハケがついてますんで、これ一気にいっぱいつけちゃうとね、良くないんで、軽くつけましょう。こんな感じで拭いてやります。で、これ、速乾性ではないので、ドライヤーなんかでね、熱してやると完全につきますんで、ドライヤーかけましょうか。 はい。そしたらば、もう一回ぐらいですね。やっとくといいですよ。で、周りについちゃうと良くないんでね。周りにつけないように。で、周りについちゃった、こういうやつは、削っちゃいましょう。完全に乾かないうちにね。じゃあもう一度ドライヤーで乾かします。 はい、こんな感じで乾いたら OK ですね。で、このぐらいになればね、ある程度擦ってもそんなに取れるもんじゃないんで。まあ、あんま思いっきりやっちゃダメですよ。ちょっとぐらいじゃ削れないんで。まあ、これが一番手っ取り早いのかななんて思ったりします。シリコンにもある程度つくらしいんでね。じゃあ一回これで試してみましょうか。 組み立てます。ではちょっとやってみましょう。ここですね。<laughs> 暗くします。うん。これでちゃんとなりましたね。はい。ということで、直りました。今回やったのが、銅テープ。もともとあったやつですね。 それとアルミホイル。それと有電塗料です。で、これはそうですね。使う方のお好みによると思います。掃除、掃除をして接点復活剤だけで治る場合もあります。一番手軽なのはこのアルミホイルですね。アルミホイルとかアルミテープ。ただし、これは半年ぐらいで動かなくなるっていう報告がありますんで、 長く使いたい方は、銅テープの方がいいと思います。まあ、先ほども言いましたが、銅テープの場合、腐食ですね。気にしてる方いらっしゃいますが、大気中で温度をかけない場合の酸化は電気を通します。若干通しづらくはなるでしょうけど、リモコンに使うぐらいの電気は通します。150度とか200度の高温ですね。それで酸化した銅は、あの、真っ黒になるんですね。それが電気を通しません。 ですが、リモコンってそんなに温度を持つもんじゃありませんので、銅の方がアルミよりは持つと思います。銅テープもアルミテープもダメだっていう方は、こっちですよね。こちらの誘電塗料。こういうのをお使いになるといいと思いますで。それでもダメでしたらば、最近互換品のね、こういうリモコンを売ってますんで、そういうのを購入されるのが一番手っ取り早いのかなと思います。自分で直せる方は、 こういうテープで直したり、有電塗料を使ったりしてみてください。ただ、油電塗料、これ1900円ぐらいだと思います。これを買う価値あるかどうかっていうのはお考えになるのは皆さん次第ですんでね。えー、今回ちょっと検証として買ってみました。まあ、そんな感じでちょっとまとまりなくなってきたかな。長くなっちゃいそうなんで、今回はこれで終わりにしたいと思います。 それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。